ボディビルダー。東京都府中市出身。血液型は A 型。現役当時、練習は週6日、1日3時間のペースで実践しており、練習中は人が変わったように無駄な話は一切せず、黙々とトレーニングに打ち込んでいた。一旦練習が終わると他の会員にも親切にコーチしていたという。1978年ボディビル。 北米視察派遣選手に選ばれる。アイフブ・ジャパン推薦認定者はアイフブ・ジャパン会長。1982年関東学生ボディビル選手権大会審査員1999年日本に科学総外博覧会運営事務局より健康寿命健康法にボディビルが紹介され画像モデルとなる。1975年アイフブ・ ジャパン東日本75ミスター、東日本コンテスト5位、部分小原、足、1975年8月24日、東京、江戸川公会堂1975年、アイフブオール、ジャパンコンテストミディアムクラス5位、1975年9月15日、愛知県名古屋市民会館1976年、アイフブジャパン第6回アイフブ東日本コンテスト、ミディアムクラス2位、 九百七十六年九月十九日、東京、東中野の富士トレーニングセンター九百七十七年、アイフブジャパンミスターオール、ジャパンチャンピオンシップスミディアムクラス三位、九百七十七年八月二十八日、山口県、下関市九百七十七年、ジャブック全日本オープンコンテスト2位、百七十七年十二月十三日、東京、 江戸川公会堂1981年、第8回アイフブミスター東日本コンテストミドル、クラス3位、19819 19月6日、東京、江戸川区小岩公会堂1983年、第13回ミスター、茨城コンテスト優勝、1983年9月18日、友部町中央公民館大ホール、うちの有望新人、亀田幸男、 フィジークオンライン。フィジークオンライン。2021年3月19日閲覧。75アイフブミスター東日本コンテスト渡辺義雄選手が圧勝。フィジークオンライン。フィジークオンライン。2021年3月19日閲覧。75アイフブオールジャパンコンテストプロは坂口山は小崎が優勝。フィジークオンライン。フィジークオンライン。 2021年3月19日閲覧。第6回アイフ部東日本コンテストフィジークオンライン。フィジークオンライン。2021年3月19日閲覧。1977年度アイフ部ミスターオールジャパンチャンピオンシップスイソムラ、高橋、カンガ、アマ優勝プロは末光フィジークオンライン。フィジークオンライン。 2021年3月19日閲覧。ジャクリーンサージュヌブレ勝利とたくましさフィジークオンライン。フィジークオンライン。2021年3月19日閲覧。1981年度第発回アイフブミスター。東日本コンテストフィジークオンライン。フィジークオンライン。2021年3月19日閲覧。 第3回ミスター茨城ボディビルコンテスト優勝。亀田、2位、西原、フィジークオンライン。フィジークオンライン。2021年3月19日閲覧。ありがとうございます。